こんにちは。フットボールレディオの松です、今回はですね、我が心のクラブの一つマンチェスターユナイテッドのゴールキーパー問題についてお話をしていきます。直近ですね、マンチェスターユナイテッドのマスカットだったり移籍だったり、情報だったりについてね、様々なラジオで投稿してお話はさせてもらってるんで、まあ、興味のある方はそちらもね、聞きに来ていただけたらなと思うんですけれども、今回お話ししていくのはゴールキーパーに焦点を当ててお話をしていきますので、その他のポジションの選手についてなどはお話ししません。なのでそこはね、ご了承していただいた上で、最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速ね、始めていきたいなと思います。まずは現状、マンチェスターユナイテッドが保有している4名のゴールキーパーを紹介していきます。まずは1番ダビド・デ・ヘア、22番トム・ヒートン、31番ジャック・バトランド、現在ノッティンガム・フォレストにローン移籍しております26番のディーン・ヘンダーソン、この4枚が、マンチェスターユナイテッドが保有権を持つ選手ということになっています。ではまずデヘアからお話ししていきたいなと思うんですけれども、現在マンチェスターユナイテッドの正守護神を務めているのは彼です。年齢もね、もう32歳になりまして、まあ、まだまだゴールキーパーというポジションを考えたらですね、まあ、36、7、8でも、全然バリバリやってるゴールキーパーいますから、まあ、ノイアーとかもそうですけれどもね、いるので、まあ、デヘアとしてはですね、まだまだキャリアは続いていきますし、できるだけね、トップオブトップのクラブで常にプレーし続けたいと、まあ、思っていると思います。近年の彼はですね、まあ、FC デヘアと、まあ、呼ばれるぐらいですね、マンチェスターユナイテッドの、必修都率の中で、まあ、救ってきたセーブっていうところで、素晴らしい、まあ、デヘアの、まあ、持ち味、シュートストップっていうところを生かして、まあ、ユナイテッドを救ってくれていたと思います。でその功績がね、まあ、認められるような形で、まあ、徐々に年俸が上がっていって、現状だとマンチェスターユナイテッドでトップクラスの、まあ、ナンバーワンかな今、年俸をもらっていると。まあ、推定年俸大体30億近くって言われてるんで、まあ、非常に高いです。ちなみに2位がサンチョで、3位がカゼミロで、4位がブルーノで、5位がラッシュフォードかな。まあ、こういった年俸のバランスになってるんですけれども、現状ダントツですね。まあ、そういった年俸のことも考えるとですね、まあ、デヘアはですね、できるだけやっぱりマンチェスターユナイテッドでプレーしたいと、まあ、思っていると思います。まあ、ビッグクラブだし、まあ、年俸も高いし、なおかつ、エリック・テンハグという監督が来て以降ですね、まあ、チームの組織力アップっていうところがですね、着実に行われていますので、まあ、そのあたりでもう一度、欧州の舞台で、まあ、結果を出すっていうところも、目指すとなると、まあ、デヘアからするとですね、残ることに、まあ、大きな意味があるし、自身のキャリアにとってもですね、まあ、これまで以上に、まあ、ユナイテッドでプレーしたいと思うような気持ちが高まっているのではないかなと。ただ、デヘアに関してはですね、契約が2023年の6月までということで、今シーズンいっぱいで契約満了なんですよね。なのでデヘアからすると、マンチェスターユナイテッドと多分契約したいと思ってるはずです。契約延長したいと。ただ、マンチェスターユナイテッドサイドからするとですね、まあ、デヘアに契約延長のオファーを出した場合、心よくね、受け入れてもらえるとは思うんですけれども、何よりもやっぱり年俸、そしてパフォーマンス、いわゆるコストパフォーマンスというところでどうしてもゴーサインがなかなか出ないと。でそこでやっぱり多くのマンチェスターユナイテッドのサポーターの方々の中でもですね、まあ、SNS とか、見回ってみてもですね、まあ、意見が分かれているところなのではないかなと。まあ、彼の持ち味である、まあ、シュートストップっていうのはですね、まあ、32歳になってもですね、しっかりと見せてくれてると思いますし、まあ、例年のデヘアだと思います。でなおかつやっぱりチームとしてね、ビルドアップ相当こだわるようになってるし、保持にもある程度 こだわるようになってきてるんで、まあ、若干まだね、組織としてはアバウトなところはあるんですけれども、ただやっぱりゴールキーパーがやっぱり蹴れないとっていうところもね、まあ、感じる試合が多くなってきてるのは確かなので、まあ、そのあたりでデヘアもですね、まあ、蹴る意識も高まってますし、まあ、つなげる意識もね、高まっていて、まあ、彼自身も努力しているとは思います。でそこに関しては、マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々の、まあ、意見も分かれることなく、皆さんがですね、やっぱり、デヘアよくやってくれてると、まあ、そのあたりの意識を持ってね、やってくれてるっていうところはやっぱりね、評価してる方も非常に多いとは思うんですけれども、やっぱりね、選手としての努力はもちろん認めますけれども、やっぱり何度も言いますけれども、コストパフォーマンスというところはですね、どうしてもやっぱりネックになってきてしまうと。特に
プレミアリーグの、まあ、ライバルクラブ、まあ、ビッグクラブを、まあ、中心にお話ししますけれども、まあ、ゴールキーパー、主力の、ね、ゴールキーパーの年俸がですね、まあ、紹介していきますと、まずチェルシーなんですけれども、ケパがだいたい12億で、メンディ彼4億ぐらいなんですね。でエデルソン、マンチェスターシティ、彼がだいたい5億から6億7億ぐらいで、アリソンが12億で、ロリス、スパーズですね、彼は8億ぐらいで、アーセナルのラムズデールは5億なんですよ。デヘア30億なんですよ。この差はどうなのかというところは、当然やっぱり感じざるを得ないし、まあ、申し訳ないですけれども、デヘアのことは好きだけれども、申し訳ないけれども、正直に言うと30億も払えるだけのレベルの選手とは正直思ってません。僕個人的にこの他の選手の年俸バランスも考えて、まあ、デヘアの今のパフォーマンスを考えたら、デヘアに支払うべき年俸っていうのは、まあ、大体今までの功績を、まあ、見積もったとしても、まあ、10億が妥当じゃないかなと。パフォーマンスだけで過去の功績とか認めないのであれば、多分4億5億ぐらいが、まあ、ビッグクラブっていうことを含めても妥当だと思うんですよ。なのでエリック・テンハグっていう監督、そしてフロントとしても、やっぱりこれだけの年俸を払ってるとなると、当然他の選手もですね、あの選手これだけの年俸をもらってるじゃないかというふうに、まあ、言われてしまいますし、当然多くの年俸をもらってるっていうことは多くの選手の、代理人が知ってるはずなので、次来る選手もですね、当然やっぱりそれだけの年俸を求めてくる可能性もあると。なので年俸バランスっていうところを整えるためにもですね、まあ、デヘアの去就っていうのは大きく重要になってくると。ただやっぱりエリック・テンハグとしては、やっぱり現状守護神として輝いてくれている彼を、まあ、見放すわけにはいかないし、現状やっぱり放出するよなんて言えないじゃないですか。やっぱりシーズン最後まで戦っていかなければならないし、わざわざ今の状況の中でメンタルを落とす必要はないですからね。なのでエリック・テンハグの最近のコメントとか見てると、まあ、デヘアすごくね素晴らしいですよっていう風なね、まあ、発言をしていると思うんだけれども、多分ここのコメントは今のその現状とか、ユナイテッドが今調子を落とすわけにいかないとか、まあ、様々な意味合いが、まあ、込められてのコメントだと思うので、あれだけのコメントを出してても契約延長するよっていう意味合いではないのではないかなっていうふうには私松としては捉えてます。で、まあ、あの彼に関しては何度も言いますけれども、まあ、その高額年俸っていうところとパフォーマンスっていうところの、折り合いでちょっとまあ難しい、かつ、まあ、年齢も32歳、まあ、まだまだこれからなところはあるんですけれども、ちょっとまあそこも気になる。で契約満了でちょうどフリーになるので、ユナイテッドからすると、まあ、一番まあキリのいいタイミングで、まあ、放出することもできるのかもしれないというところで、まあ、デヘアに関してはですね、意見はすごく分かれてしまうところなのかもしれないんですけれども、まあ、私松の個人的な意見としましては、マンチェスターユナイテッドは新時代を迎えておりますし、特にこの先、まあ、チームとして作り上げていく上で、まあ、ゴールキーパーのポジショニングってすごく大事で、特に最終ラインからのビルドアップのところでプレスをはめられている時に、ちゃんと後ろでねコース作ってあげるようなポジション取れるようなゴールキーパーかそうじゃないのかっていうところでもですね、全然変わってきますから、現状、まあ、デヘアそのあたりちょっとまあ苦手なところも見受けられるので、私松の個人的な意見としましては、売却というよりもフリーでの対談、そしてまあ彼に自由に、まあ、好きなクラブと契約してもらう、まあ、そういった方向がいいのではないかなというふうに思います。はい。で、まあ、その他のゴールキーパーになると、まあ、まずはトム・ヒートンですけれども、まあ、彼に関しては基本的にはまあ控えが、ね通常通りというか、まあ、普段通りということになると思うんですけども、まあ、セカンドもしくはサードっていうところで、使われてる試合ってほとんどないと思うんですよね。なので、まあ、本人もそれを受け入れてね、マンチェスター・ユナイテッドでプレーしていると思うので、まあ、ユナイテッドに残ることももちろん考えられるんですけれども、まあ、スタートから使われることは、まあ、今まで通りあまり多くはないだろうなと。なので彼に関しては、まあ、出ていったとしても、まあ、同じようなゴールキーパー多分取ってくるでしょうし、まあ、出ていかないってなったらそれはそれで我々としてはね、まあ、控えになることが多いけれども、チームを支えてくれというところじゃないかなと。でジャック・バトランドに関してはですね、レンタルで
まあ、半年間の契約で加入してるはずなので今シーズンいっぱいで退団するんですよね。で、もともとニューカッスルからドゥブラフカっていうねゴールキーパーを取ってたんですよ、ローンで。で、このゴールキーパーがね僕結構好きで、正直ね、あの先ほどのちょっとデヘアの話に戻りますけども、正直ねデヘアともう少しバランスよく戦わせてあげたかったんですよ。もうちょっとこうドゥブラフカ使ってあげてもよかったんじゃないかなって思ってるぐらい個人的にはねちょっと評価をしてたんですよ。なので、まあ、ローンバックっていう形でね、もうニューカッスルが戻すって言ったので、もう仕方ないんでね、それは契約上仕方ないんで、まあ、退団してしまったんでね、まあ、これから先、ね、ユナイテッドにもう一度来るみたいなことはちょっとまあ難しいかもしれないけれども、まあ、そういったことがあったんで、まあ、急遽、まあ、取ったゴールキーパーなんですよね、ジャック・バトラングに関しては。なので、まあ、彼もね、昔はこう、すごく期待された、この先、イングランドの正守護神ってよく言われてたと思うんだけれども、まあ、時代がやっぱりどんどんこうアップデートされてゴールキーパーに求められてくることも本当に多くなってきたときに、ちょっとねそこに適応できなかったというか、そこの能力をちょっとこう持ち合わせてなかったというか、まあそういったところで徐々にこうね外れていってしまったまあゴールキーパーだと思うので、まあ現状ね、まあ控えがベースになって、まあ、デヘアがベストになってきてるんで、まあ彼も今シーズンいっぱいで退団することは間違いないだろうなと。で、問題は4人目なんですね。まあ、皆さんもねやっぱり気にされてる方多いと思いますけれども、まあ、ディーン・ヘンダーソンなんですよ。で、彼はもともとエリック・テンハグが来る直前に、まあ、ユナイテッドとちょっと話し合いをしてたみたい で試合に出れないならもう出してくれと。で、ユナイテッドとしてはやっぱりこう完全で出したくはないので、まあ、ローンという形で、まあ、ノッティンガムに貸したと。で、ノッティンガムでもね、まあ、試合に出たりとか、まあ、ノッティンガムが最近ね、ケイラル・ナバス取ったりとかしちゃったので、そこでちょっとね、まあ、あれにはなってしまってるんだけれども、でもやっぱりもともと持ってる、まあ、フィードだったり、キックの質っていうところは、一級品のもの持ってると思うので、あの早い段階からね、エリック・テンハグと会話をしていて、話し合いがうまくいっていた場合、もしかしたらね、あのデヘアではなくて、ディーン・ヘンダーソンがもう、正守護神の座について、ゴールマウスを守ってた可能性もあるんですよ。だからまあ時期とかタイミングとかまあ運とかね、まあそういったところにもやっぱり左右されてくるところなんで、まあ難しいところではあるんですけれども、まあ、彼に関してはですね、彼自身がもう戻ってくるという意思を持って、なおかつまあエリック・テンハグが彼を使いたいというところの、あの話し合いが行われたところで、そういう噛み合いが行われた場合は基本的には戻してきて、デヘアがフリーで対談っていうことになるのではないかなと。ただ今のマンチェスターユナイテッドのゴールキーパーの獲得報道だったりとかを見ていると、ディーン・ヘンダーソンの名前が意外と見ないんですよね。なのでもしかしたらエリック・テンハグとしては別のタレントを正守護神として据えたいと、まあ、思っているのかもしれないなという状況なので、まあ、一番ちょっとね難しいところはディーン・ヘンダーソン、そしてまあデヘアの判断っていうところになってくるのではないかなという感じですかね。はい。そしてまあここからは獲得のね噂に立っている選手たちのお話になっていくんですけれども、まあ現状最近名前を見たのはブレントフォードのラヤー、そしてブライトンのロベルト・サンチェス、あとはポルトのディオ・コスタ、まあ、この3枚かなが噂としてよく立ってます。で、ラヤに関しては今ブレントフォードで年俸そんな高ないんですよ。2億ぐらいなんですよね、確かもらってる年俸が。で、年齢は27歳っていうことで、もともとね、あのブレントフォードが2部にいた頃からずっと正守護神を務めてきている、まあ、クローニーのゴールキーパーなんで、素晴らしいね能力を持っているゴールキーパーだと思うし、まあ、キックもまあそこまで悪くないしね、まあ、彼の持ち味はシュートセービングだと思うんだけれども、まあ、そこでもしっかりとしたものを提供できてるんで、確かにいいゴールキーパーだと思います。まあ、彼本人も、コメントでチャンピオンズリーグだったりとか、まあ、タイトルを狙えるようなクラブに移籍したいっていう形で、まあ、あのステップアップを希望してるんですよね。なので彼に関してはユナイテッドがオファーを出した場合、まあ、来てくれると思います。はい、ブレントフォードも多分売却してくれると思うし、まあ、ユナイテッドも取れるだろうと。もちろん、マンチェスターユナイテッドに限らず、スパーズだったりとかもですね、
ゴールキーパーそろそろ世代交代なのでスパーズも当然狙ってます。なので彼に関しては本当にどこが先にオファーを出して彼の、心をわしづかみにできるかっていうところで勝負になってくるので、まあ、マンチェスターユナイテッドからするともちろんね候補の一人だとは思うんですけれども、まあしっかりとね、まあ、分析した中でやっぱり取っていかなければならないので、まあ、年俸のところはね多分今2億もらってると思うんですけど、まあ、デヘアほどの年俸はさすがに出さないけれども、多分年俸アップしたとしてもまあ5億6億とか、まあ、そのあたりになってくると思うんで、まあ、平均的なバランス的にもね、いいんじゃないかなっていうところは確かにありますと。そしてロベルト・サンチェスですね、まあ、年齢は25歳というところで年俸はねそんな高ないというかね比較的安いんですよ。多分1億ちょっととかでしょ多分年俸がね、もしかしたらそれよりも下かもしれないけれども多分それぐらいなんですよ。本当に低くて、なのでロベルト・サンチェスに関してはですね確かにまあ狙いに行ってもいいだろうと、まあ、シュートセービングも素晴らしいし、ポジショニングの判断とかもいいと思うしキックもね、そつなく蹴れるんで問題はないと思うんですけど、最近まあブライトンがやっぱりロベルト・サンチェスではないゴールキーパーを使い始めたりとかしてるんで、そのあたりでちょっとどうなのかなっていうところは多少ながらある。やっぱり現状やっぱりブライトンの、ゴールキーパーではなくて監督を務めているのが、まあ、ロベルト・デゼルビっていう素晴らしい監督じゃないですか。ビルドアップの形とかもプレス回避も相当丁寧に作ってくる監督なので、その監督がロベルト・サンチェスを外して別のゴールキーパーを使っているっていう今の現状を考えた時にちょっとどうなのかなっていうところは、まあ、考えざるを得ないというかね、難しいところになってきているのかもなっていうところは多少ながらあります。ただやっぱり身長も高いしキックも全然蹴れるんで問題なくいけるんで、ビッグクラブに来たとしても十分ね、プレーすることはできると思うんですよ。なのでマンチェスターユナイテッドがオファーを出した場合多分買えるし取れます。で年俸も比較的安く取れると思うんで、まあ5億とか、まあ、6億とか、まあ、そのあたりになってくると思うんで、まあ、いいんじゃないかなっていうのは思います。そして3人目ディオゴ・コスタですけれども、まあ、非常に万能型のね、まあ、ゴールキーパーでシュートストップもそうだし、まあ、キックもねそつなく蹴れるっていうところで、まあ、非常に能力値の高いゴールキーパーだと思います。で年齢も23歳っていうことでまだ23歳かっていう話ですけどね、まあ、まだまだこれから長いなというところで ユナイテッドのね正守護神を長く務めてくれそうだなっていうところもあるし、特にやっぱり今のユナイテッドは、まあ、ブラジル人もそうだしポルトガル人も多いので、まあ、ポルトガル語をね話す人が多いのでそのあたりでやっぱりこううまくコミュニケーション取れたりとか、まあ、チームに早く馴染めるだろうなっていうところもあるので、まあ、彼を狙いに行きたくなる理由もわかるなと。特に今現状この3人だと多分一番ね可能性が高いというか多分ファーストチョイスだと思うんですよね。なので、まあ、SNS とか見てても、まあ、マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々の意見とかつぶやきとか見てても結構この選手取ってほしいって言ってる人が多いんじゃないかなと。プラス年俸のことになるんですけど、ポルトでもらってる年俸が2億ぐらいなんで、まあ、ユナイテッドに来るとなると当然やっぱり年俸アップ当然なんで多分まあ6、7、8億とか多分そのあたりになってくると思うんですよね。なのでまあ、デヘアのね、まあ、3分の1以下になることはまあ間違いないんで、まあ、そのあたりでも確かにねコスタは狙い目だなっていうところはあります。ただ移籍金は高いでしょうね、まあ、70億80億近くはかかってくるだろうと。まあラヤとかロベルト・サンチェスの方がもしかしたら安くなるかもしれないですね、移籍金に関してはね。はい、なのでまあ、一応この3人が一応候補にはなってるのかな。まあ、個人的にはね、まあ、あのゴールキーパーとしてのまあパフォーマンス能力っていうのももちろん大事だと思ってるんですけど、僕はね、ゴールキーパーには雰囲気とかそういったねこう圧迫感というかそういった能力も必要だと僕思ってて、まあ、もちろんねこう真面目にこうコツコツとやっていく、まあ、ゴールキーパーもいれば、まあ、声出ししてこうチームを鼓舞するゴールキーパーもいてとか、まあ、本当にいろいろな、ねまあ、ゴールキーパーがいると思うんだけれども、やっぱり戦えるチームになりつつあるマンチェスターユナイテッドなので、まあ、チームがこう、ね、士気をこう上げていく上でそこにこう適応していける、まあ、ゴールキーパーとか、逆にそのチームがこう熱をね
こもってこう前前ってなってる時に逆にこう冷静に、まあ、対応できるような、まあ、ゴールキーパーがいいのか、まあ、そのあたりはね結構まあ迷ったりとか人によって変わってくることだとは思うんですけれども、まあ個人的にはですね、まあ、冷静に対応できるようなゴールキーパーの方がいいんじゃないかなっていうふうには思ってますけどね。やっぱり点を取られないっていうところでね、もちろんチャレンジしていくゴールキーパーも非常に魅力的なんだけれども、もう黙々ともうチームがどんな状況であってももう自分のパフォーマンスはもう落としませんよみたいな、ね、もちろんチームがこうワッとなってる時にはそこにこうすることもできたら最高なんだけどね。なので、ね、そういったゴールキーパーって誰なんだって言われたらわからないんだけどね、わからないんだけども、まあ、そういった雰囲気を持ってるゴールキーパーが来てくれたら、まあ、個人的には嬉しいですね。はい。あとはそうだな、まあ、ゴールキーパーに関しては噂段階だとまあ彼らになりますけれども、まあ、個人的にはね全然違う別の選手ね取ってほしいなとか、まあ、あの選手いいんだけどなとか結構まあ思ったりするゴールキーパーはいるんですよ。まあ、その選手をね、まあ、紹介してもいいんですけど、まあ、その選手に関しては私松がね個人的に選んだマンチェスターユナイテッドのスカットっていうラジオを投稿させてもらってるんで、そこでね、お話ししてるんでそちらをまあ聞きに来ていただけたらなと思うんですけども、まあとにかく、まあ、ユナイテッドに今必要な求められているゴールキーパーの、像っていうのはやっぱりキックを蹴れてチームをまとめられてなおかつまあ鼓舞もできて冷静にも対応できる、まあ、とにかく万能型に近い、質の高いゴールキーパーがまあ、求められてくるので、これができないちょっとこれは厳しいなっていう能力がやっぱりこうそがれている、まあ、非常にハイブリッドな、まあ、ゴールキーパーが求められていると思うので、まあ、デヘアなのかそれがラヤなのかサンチェスなのかディオゴコスタなのかはたまた別のタレントなのか、誰が来るのかまだまだわからないし、デヘアに行くのかわからないですけれども、来シーズン開幕した頃にはね分かっていることだと思いますので、皆さんね全力で情報を追っていきながら、楽しくお話ししていければなと思ってますので、またねラジオの方も聞きに来てください。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。